はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は2 3ム2レギュラーを対象として、えー、お気に入りクラブで狙うべきおすすめクラブランキングトップ10やっております。ということでね。はい。今回ね、この、この動画はまあ後編になりますけど、えー、1位から5位編ということでやっていきたいなと思います。まあ、今回ですね、まあ、おすすめランキングにはなるんですけれども、まあ、あくまでね、えー、ここね、黄色の、黄色黒で書かせていただいてますけど、 リーグ評点ね、これ平均値を元に選出してるというね、ちょっと特殊な、えー、ランキングを作ってるわけですが、まあ僕自身ね、えー、昨日まで、はい、精一杯、<laughs> あの、一人ずつね、あの、グレード85を超えた選手を評価したわけですが、まあその評価点をね、まあそのリーグの部分、まあクラッチャーの部分はね、ちょっとね、どうしても不利な部分あるんで、まあリーグがね、一番まあ使いやすいというところがあると思うんで、どっちかというとね、まあなのでリーグの評点をね、えー、取って、各クラブ、 平均点をね、ちょっと出してみました。で、その中で、まあ平均点がね、当然高いクラブというのはおすすめクラブになりやすいというところがあるので、まあ単純にその順番でね、平均点の順番で、とりあえず1位からね、注位出してみようというね、企画になっておりますが、さあ今回ね、えー、2本目の動画1位から5位編ということで、まあここでね、1位が決まるようになりますが、さあ皆さんはね、どのクラブが1位だと思いますかね。うーん。僕はね、まあそのね、当然この動画を作る前に、 あの下書きね、しっかりしてるわけですが、意外なのかな、いや、でもまあ、確かにそうだよな、みたいな感じになりそうな、1位だったかなと、個人的には思う。もうどっちかというと、僕、2、3位とかの方が、あれ、ここみたいな感じになるんじゃないかなというぐらいね、ちょっと意外なランキングになってるところがありますので、個人的にはね、はい。まあ、どういったクラブ入ってるのかというところでね、J2、J1、どっちも入ってる可能性もありますからね、はい。 ということで、えー、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、まあ、始める前にですね、今回のランキングについて、もうちょっと補足説明をさせてください。では、こちらです。はい。えー、今回のランキングについてなんですが、す、え、で、ー、に別動画にてですね、さっき申し上げました、えー、評点付けをね、まあ、評価しているものがありますので、まあ、その評価をね、参考にして、クラブごとにリーグ平均値を算出して、ランキング化しているというものですね。 で、えー、個別の選手動画がね、あ、選手動画じゃ、選手評価ね、が気になる方が、もしいましたらですね、えー、再生リストから言っていただくと、まあ分かりやすいかと思うんですが、まあ 23Vol.2 のね、レギュラー評価したやつをまとめてるものがありますので、まあそこから気になるクラブをぜひね、ご覧になってみてください。で、あとですね、ちょっとここには書いてないんですけれども、今回ですね、まあ全チーム算出しました、平均点ね。まあ自分のね、あのー、ひいきクラブが、まあもし入ってなかったとしてもね、 えー、どのぐらいの表現になったか気になる方もね、もしかしたらいるかもしれないんで、えー、今回のね、この動画の最後、1位を紹介した最後にね、えー、まとめて、えー、触れておきたいなと思いますので、まあ気になる方はね、えー、ぜひそちらをご覧になってみてください。はい、ということで、じゃあ早速ね、今回の動画やっていきたいんですが、じゃあまずは、えー、下から行きたいので、5位から順に紹介していきたいと思います。では今回のですね、えー、2023のレギュラーね、ボリューム2レギュラー対象とした、 お気に入りクラブで狙うべきおすすめクラブランキング。じゃあ5位の、えー、チーム、えー、見ていきましょう。こちらです。はい、ここは鹿島アントラーズでしたね。ということで、えー、ここ5位になりました。平均値はですね、前回の動画見ていただいた方だったら分かると思うんですけど、6位のね、浦和で、えー、6だったんですが、ちょっと上がりましたね。6.14まで、はい、上がりましたね。はい。ということでね、まあ、平均しても普通より高いという、ね、評価になったクラブなんですが、 さあ、これね、上からグレード97、鈴木優選手。えー、グレード95、ディエゴ・ピトカ選手。グレード92、上田選手。で、グレード88、樋口選手。グレード87、関川選手。グレード86、佐野選手。グレード85、早川選手となってます。はい、ということで、ここはね、高いですね。特に上の方ね。うーん。あ、でね、一つ、ちょっとね、申し上げておかないといけないことがありまして。 あの昨日ですね、あの、表定8の選手を作っていったんですが、なんと上田選手が抜けておりまして、本当は19名でした。あの、大変失礼いたしました。はい、この場を借りて、はい、お詫び、あの、申し上げたいなと思います。失礼しました。ということで、上田選手がね、抜けておりました。で、しかも上田選手、まあまあ強いというね、はい、<laughs> 普通に強いというね、あの感じになってますが、で、今回ね、ま、あ二までつけた選手たち、特にお勧めにしてるわけなんですけれども、まあ、やっぱりね、上の方からね、まあ、鈴木馬選手、まあ、ここは昨日取り上げましたね。はい。 まあ、スキル構成ね、特に、まあ、ボナセンオフェンなのもね、いいんですが、まあ、スペクタクルダブルタッチとドロップの組み合わせね。はい、ここはすごく評価できると思いましたね。うん。まあ、使いやすいと思います、単純に。まあ、要は相手一人抜いて撃てるというところがね、まあ、撃ちやすくなる分やっぱドロップシュートの絡みというのもね、結構しっかりと、まあ、安定してくる部分はあると思いますし、やっぱりドロップシュートのね、強さというのも、まあ、ボナセンオフェンもしっかりありますし、まあ、ある程度保証できると思いますので、まあ、ここはレギュラーでも十分強いブルーに入るかなというところで、 ま、当然、狙い目かなと思います。で、あと次、ピトゥカ選手ね。まあ、ここは7なんで、昨日のランキングとかに入ってなかったですけど、ランキングというか、まとめね。には入ってなかったですが、こう、すごくいいんですよね。ダイナミックインターセプト、ハードタックル、スルーフィードなんですよ。で、スキルの組み合わせもすごく良くて、で、ただ、ディフェッチがね、まあ、モナセンディフェなんで、ちょっと補えたは補えたんですけど、ま、あ評点が5ぐらいしかいかなくて、まあ、ギリ7でとどまってるっていう感じね。まあ、7.5ぐらいですね、ここもね。 うん。だからまあランキングとかまあ特に上の方のランキングとかに入ってこないかもしれないけれどもまあグレードも高いですしまあ仕上がれば結構強いというところも含めてねまあここも当然狙い目かなと思います。でまあ上田選手ね。まあここは昨日ちょっと触れそびれましたけどもまあここもね、えー、ピンタクヘディングインターセプトの組み合わせね。うん。の選手として登場してますと。でボーナー戦もしっかりディフェン持ってるということでまあ標点も高めの8ねついてるんでまあ当然ここ狙い目かなと思います。 で、あとね、下の方で20丸ついてます。関川選手ね。はい、ここもすごく良くてですね、ピンタクインターヘディングカットなんですよね。うん。で、ボナセンディフェアルということで、まあ、ほぼ8なんですよね、正直ね。スキルグレードで7に落としましたけど、まあ、これも7.5ぐらい。うん。まあ、正直8に近いと思っていいと思います。まあ、それぐらいいいカードが出てるんでね。まあ、ここもセットで、まあ上、上田選手のま、セットみたいな感じで、ま、ぜひね、センターバック補強としても、まあ、鹿島結構美味しいんで、ま、ぜひ狙ってみてください。 であと20までついてない選手も触れておきますと、ま樋、あ、口選手が標点7ついてるんですよね。まあ、これがフラスルハードチェイシング、ピンポイントクロスという組み合わせなんですけど、サイドハーフで見ると結構おいしいね組み合わせにはなってるので、まあ、ここにね価値見いだせる人はぜひ、ね、狙ってみてください。で、あと佐野選手ね。はい。ここは評価5になりましたが、ここはね、スキルめちゃくちゃいいんですよね。ピンタクインターなんですよ。で、フィードね、シードね。 で、まあ、これ、ディフェッチが足りないんで、あの能力値評価ちょっと伸びなくて、まあ、5評価になってますけれども、まあ、これも能力値上げれば7、8とか全然上げ,上げていけると思うんで、感触いいですね。はい。早川選手は、ちょっとね、あの、シュートセーバー持ってないプラス、まあ、ちょっとスキルもね、ちょっとあんまりよく、よろしくないと。まあ、絶妙な場合、ええー、制空権セービングというね、まさかのセービングが C というね、まあ、ある意味、まあ、止めれなかったら C でもいいんちゃいいんですけどね。 まあちょっと評価伸びなくてね、まあ1にしてしまいましたが、まあでも、うん、まあね、これ正直な話ね、キーパーって伸びにくいんですよ。で、これ早川選手がいるから、まあ平均値が下がってるんですけど、これ多分早川選手抜きだったら多分トップに近いんじゃないかなと思うんですよね。で、一応それで5位には今回なってますけど、個人的にはまあおすすめクラブトップタイぐらいの、うん、イメージかなと思いますので、 まあ、順位こそね、5位で、今回紹介する形になりましたが、まあ、個人的には結構やっぱ強めかなと思いますね。はい。ただね、これ7選手いるんでね、ちょっと絞りにくいっていうのはね、正直あるんですけど、まあ、ある程度期間かけてね、引けば、まあ、明らかに偏ると思いますけどね、下の方にね。まあ、とはいえね、それなりの選手狙えると思うんで、まあ、ぜひね、まあ、そういったところ、まあ、ある程度期間ね、必要だとは思いますが、まあ、うまくいけば全員ね、ゲットできたりとかすると思うんでね。 まあここは結構いい選手。まあ、特にね、あのーまあ、この20までついてないところでも、まあ、佐野選手とかね、樋口選手あたりもスキル構成しっかりしてるんでね、まあ、早川選手除けば、うん、結構みんな当たりクラスなんで、まあ、ぜひね、はい、狙ってみてください。まあ、それこそ限定で早川選手持ってる人とかすごく狙いやすいね。はい、ということで、はい、ここはいいクラブだったと思います。まあ、5位でありましたが、まあ、トップクラスだと思ってください。 はい。じゃあ続きまして、4位のクラブ見ていきましょう。こちらです。はい。ここはね、ビッセル神戸ですね。はい。神戸は上からグレード98、大迫選手、95、武藤選手、92、山口蛍選手、えー、グレード88、酒井豪徳選手、87、前川選手、86のゆるき選手のこの6名となってましたね。でちなみにね、平均値は6.16ということで、若干鹿島上回ったみたいな感じですかね。はい。 まあ、ここも20丸つけてる選手をね、先にちょっと触れさせていただきますと、昨日もね、紹介しました大迫選手ね。はい。ここは、まあ、ボレーと無回転の組み合わせね。で、北ン座ボックスで近距離もカバーしているという組み合わせなので、まあ、比較的組み合わせはいいんだけれども、まあ、順番がね、もうちょっと良ければもうちょっと伸びただろうなというね、感想はちょっと申し上げましたが、まあ、もうその通りかなと思いますね。まあ、異次元が a とかだったらね、もっと伸び、伸びてただろうなという、まあ、感触ありましたけど、まあ、でも悪くないですね。はい。 で、次、えー、下の方に行ってね、酒井剛徳選手。はい。ここはね、スキル評価8もらってたんですけど、実はね。まあ、能力値が3で、えー、総合7という評価になってましたが、これはね、まあ、サイドハーフとしての価値が高かったですね。ライトニングクロスとハードタックルとパスカットの組み合わせね。はい。まあ、やっぱりタックルと、えー、まあ、ライトニングクロスまあこれ、アーリークロスも上位ですけど、まあ、いいですよね。うん、守備もしっかりある程度期待ができる。で、クロスも上げれるということでね。はい。今ね、結構サイドハーフが、 まあね、こういった選手増えてますけど、うん、まあそういった選手がレギュラーでね、出てるのはいいかなと思います。まあこれの上位互換とかがね、まあ今後、まあ正直、まあ今 TS とかでもね、出てましたけどね、まあ今も出てるか、17まで出るんでね、まあ今も配止されてますけど、まあやっぱ強いよね、うん。まあ今後ね、まあ神戸万上でもこれの上位みたいなカード出てきそうですけど、 はい。その時はまたね、限定とかでね、狙う人も多いんじゃないかなと踏まえると、まあ、この88というグレードもいいですね。坂井豪徳選手がね。まあ、狙いやすいと思うんで、はい。ぜひ狙ってみてください。まあ、特にこの2人はちょっとおすすめかなと思いましたね。はい。あとはまあ、そうですね。20までついてない選手もちょっと触れておくと、武藤選手がね、これスペクタクルループとイン,カインサイドカッターと、まあ、高精度クロスの組み合わせなんですよね。インサイドカッターが深くいけば、まあ、スペクタクルループまでね、つながると思えば悪くはないんですが、 まあ能力値のもう一押しとかがあればね、余計に使いやすいのかなと思いましたね。うん。山口蛍選手も、まあ、評価7なんですが、これ、鋼の心臓、ロングシュート、キラーパスね。うん。組み合わせは悪くないんですよね。ただ、まあ、パンチ力がちょっとないというか、能力値の問題でもあるんですけど、まあ、ちょっと良さが、うん。まあ、あるっちゃあるんですけどね、鋼の心臓からキラーパスの、この評価は高いんですけど、まあ、シュートスキルはちょっとついてきてないというところで、評価8まではい,けないかなかったものの、 まあ、アシスト選手とかとしてね、えー、見るんだったらありかなと思いますね。はい。で、前川選手はね、もうちょっとシュートセーバーがなかったんでね、ちょっと厳しい評価になりましたが、まあ、ゆるき選手もまあ、シャープチップ、スピードドリブルなんで、うん、まあ、悪くはないですけどね。うん。まあ、でも、ちょっとね、これもスキル順番が変わればね、もうちょっと評価上がったかなっていう感じですかね。まあ、チップじゃなくて、レインボーアーチとかだったらね、まあ、さっきのね、ファーラの選手ぐらいの評価とかにはね、あ、さっきの前の動画ね、 まあ、アラノ選手ぐらいとかにはなったかなという印象がありましたかね。ということで、まあ、ここもね、6選手結構ね、まあ、いいバランスだと思いますし、まあ、人選型ならいいからね、うん。まあ、どの選手出ても、まあ、特にユルキ選手なんでね、一番下のグレードですけど、前半シーズングレード95か6やったよね、95かな、の、えー、カード、96やったかな。うん、出てましたからね、フォーカスね。うん、というぐらい選手の質は、当然ね、まあ、優勝争いしてるチームなんでもちろんなんですけど、まあ、やっぱいいんでね。 うん。で、しかも代表経験者も、ね、いっぱいいるしね。まあ、もともとやっぱりね、質のいいクラブがさらに優勝争いすることによって、まあ、よりよく、うん、なったというね、ところで、まあ、それはね、いいよなっていうね、はい、感じだと思いますね。はい。まあ、ここもね、キーパーの前川選手入れてるのね、6.16なんで、まあ、他の選手の質はね、結構高いと言っていいんじゃないかなと思います。ということで、じゃあ、神戸が4位でしたということで、ぜひね、まあ、ここも半年かけて狙う価値は十分にあるかなと。まあ、特に限定がやっぱりいい限定がね、来るタイミングっていうのは結構多いと思うんでね、 まあ、特に後半に行けば行くほどね、まあ、表彰券の限定とかもね、だいぶ入ってると思うんで、ぜ、ま、ひ、あえー、そういったから、そういうところと、まあ、いろいろね、掛け合わせて、えー、狙えると思えば、まあ、狙いどくと思えばね、ぜひ狙ってみてください。はい、じゃあ続きまして3位のクラブをじゃあ見ていきましょう。こちらです。はい、ここはね、なんとファジアの岡山ですね。はい、ここで J2 クラブやってきました。 さあ、ここ4人なんですが、平均値は6.25ということで高いですね。はい。ここはですね、まず一番上、グレード90のるディバイス選手が7、えー、グレード90柳選手が4、グレード88の河野選手が7、グレード87の鈴木選手が7というね、組み合わせになってまして、で、ここ20丸つけたのはね、下の2人なんですよね。うんまあ河野選手はね、結構スキル構成が良かったですね。ピンタクアーリーね。まあ、これさっきの酒井豪徳選手の逆バージョンですけど、 まあ、えぇ、ー、守備に重きを置いてね、パスカットまで C でついてますからね、まあ結構似てるカードじゃ似てるカードなんですけど、まあ能力値がね、もうちょっと高ければね、8評価までいったかなっていう感触はあったので、まあここさえ上積みすればね、もっと伸びるカードかなと思います。で、鈴木義武選手はね、まあディフェッチ高い選手として、まあ価値ある選手なんですけど、まあ当然左サイドバックね、あの、ボランチまでできますので、特にここの価値高くて、で、しかもピンタクって、 しっかり持ってて、B のスペースへのフィード、C のパスカットというね、組み合わせね。はい。ということで、まあ、センターバックとして見るとね、ちょっとパスカット怖いんで、まあ、理想はそうですね、まあ、左サイドバックが一番いいんでしょうけど、まあ、続いてボランチかなっていう感じですけど、はい、ここもいいカード出てたなと思います。まあ、ここもね、ボナセンがディフェィイじゃなかったんで、能力値が伸びなかったんですけど、ここさえ伸びればね、もうちょっと評価上が,ら上がった可能性も十分にあるかなというところなので、 まあ能力値とかね、しっかりと固めれる人からしたら結構いいカードになるかもしれません。で、あと上の2人がね、なんとついてないんですけど、まあ、バイス選手はね、これね、スキルの組み合わせはいいんですよ。まあ、空中性の支配しハードタックル、インターセプトね。これ順番ね、うん。これ A タックル持ってたら間違いなく8だったと思うんで、まあ、あの、昨日のね、選手たちの仲間入りだったと思うんですが、そこはちょっと惜しいかなというところですね。はい。まあ、ボナセンディフェナーで、ね、能力値はね、しっかり補強できると思うんで、まあ、 ある程度硬ければ、まあ仕事はすると思うんでね。まあセンターバック埋まってない人からしたら、まあこれでも十分かなと思いますけどね。はい。で、あと柳選手ね。ここはね、まあシュートブロックもらっちゃったんだよね。うん。で、ハードタックル、ヘディングクリアという組み合わせね。ここちょっとスキルが悪かったからね。うん。まあちょっと伸びなかったですけど、まあ柳選手も限定が、まあ今年ガーディアン一発出てますけど、後半も多分来ると思うんでね。どっかでね。まあそれ目当てになるかなと思いますが、 まあ素材としてはね、まあグレード90、まあなかなか狙いにくいところでありますが、まあここ全体4人通してね、結構限定強めの選手たちだと思うんでね、まあそういった餌の価値はすごく高いと思います。で、しかも4人しかいないんで結構絞りやすいというね、まあ特に下2人は当たりやすいと思うので、まあぜひね、はい、ここ絞って狙えるというね、うまみ。まあディフェンス陣、まあディフェンダー関連なんでね、みんなね。まあ結構絞って、まあその、なんていうかな、ポジションとかで補強を目指してる人とかも絞って引きやすい。 環境になっていると思いますので、ぜひ岡山、狙ってみてはいかがかなと思います。はい、じゃ続きまして、第2位のクラブ、見ていきましょう。ではこちらです。はい、ここ、藤枝エフ f c なんですね。はい、藤枝なんと2位ということで、平均値6.5、高いですね。はい。ということで、見ていきたいんですけれども、最初にグレード92、横山選手が6。グレード89、岩渕選手が6。 グレード87、江本選手が7。グレード86、川島選手が7というね、評価になってます。はい、ここもね、下2人がね、二重丸ついてる感じなんですけど、さっきの岡山とね、全く一緒なんですが、江本選手ね、これサイドハーフとしてね、結構価値をいい、いいカードかなというところが、まあ、トリック、ドリブル、チップパス、サイドチェンジね。はい。まあ、明らかに攻撃に寄ってますけれども、まあ結構しっかりとよ寄り切ってるというか、うん、寄ってる、中途半端に寄ってるわけじゃなくて、 まあ、しっかりと攻撃三種のいい組み合わせでね、組めてるというところが、まあ、評価高いかなと思います。はい。まあ、なので、まあ、能力者はそんな気にならないんでね、まあ、評価も7ということで悪くないんですが、まあ、そういったね、なんていうかな、結構、ボレーとか使ってる人で、まあ、サイドハーフもね、込みで、まあ、攻撃仕掛けたいという人は結構面白いかもしれないですね。はい。で、最後、グレード86ね、川島選手の分なんですけど、えー、ここもね、まあ、いいですよね。 ま、ピンタックヘディングクリアパスカットなんですけど、ボナセンデフまでしっかりついてるんで、ま、7評価ではあるけれども、ま、正面の強さは結構お墨付きかなと思うんで、ま、ここもセンターバックで埋まってない人からしたら、ま、狙ってみても美味しいかなと思いますね。はい。で、あと上の2人はね、まあ、20丸こそついてないんですが、ま、あちょっと理由があるとしたらね、まあ、横山選手が、ま、トリックスター、エースストライカー、高精度ミドルなんですけど、これ A ミドルだったらね、 もうちょっと上がったかなっていう感じですね。うん。A シュートがないんでね。それでちょっと伸びてないだけで。まあ、岩渕選手も、まあ、シャプシュトリック、テクニカル。これ、組み合わせは悪くないんですけど、これもちょっとシュートスキルがちょっと弱めなんだよね。うん。まあ、同じような理由でね、2人とも伸びてないんですけれども。まあ、でもね、まあ、質は別に悪くないんでね。うん。で、しかも、まあ、限定どことなると、横山選手とかまだまだ出るでしょうからね。えー、表彰系の限定含めて。 まあ、岩渕選手も多分トップスコアラーとか出るんかなうん。上の、ちょっと精査してないですけど、渡辺選手が多分省かれると思うんで、2番目の選手なんで、岩渕選手かなだったような気がしますけど、うん。というところで、まあ、表彰系の限定とかにも絡んでくる選手ね、まあ、この中にもいると思いますので、はい、ここはね、まあ、川島選手とかまだ正直今年限定出てないですけど、多分後半入ってすぐぐらい出るんじゃないかな。こうフォーカス7段とか全然あると思うんですけどね。はい、ということで、まあ、こういったところも含めて、 まあ結構面白いかなと思います。まあ抜きんでた選手がいるわけじゃないけれども、まあ平均して高いということはある程度やっぱりね、賞賛があるということなんで、まあ狙ってみるもいいんじゃないかなと思いますね。はい。では最後、えー、ここ1位ですね。はい。じゃ皆さんどこだと思います ?1 のチーム。<laughs> いろんなクラブ出てきましたけど、ここまで9クラブ。まだ名門で結構出てないところもザーッとあるんですが、まあ、 まあここもそうだな、強いなというところだと思います。ということで、じゃあ1位のクラブ見ていきましょう。こちらです。はい、えー、北海道コンサドーレ札幌ですね。はい、ここ平均値なんと7ですね。はい、高い数値になってます。さあ、ここはですね、まあ、上から見ていきますと、グレード93田中俊太選手、グレード91ルーカス・フェルナンデス選手、グレード89岡村大八選手、グレード88浅野祐也選手、グレード85菅田樹選手とね、この5人となってますが、 なんと20まで4人についてるというね、はい、まさかのね、すごいいい組み合わせですね。はい。これもね、上から見ていくと、田中俊太選手、評価7なんですけども、これガーディアンインターセプトだからね、しかも、まあ、右サイドバック、まあ D M F、DMF、CMF できる、ディフェチ高い選手としての価値も高いと。で、まあ、ボナセン、これディフェだったら間違いなく8でしたね。うーん。まあ、これボナセンがディフェじゃないので7にしてますが、まあ、正直、ここさえ、能力値さえね、上積みできれば、まあ、本当に、 昨日ね紹介したた点ぐぐらららいいいいのの選手たちとと引けを取らないぐらいの強さは当然出ると思いますで次、ルーカス・フェルナンデス選手もここ7なんですけど、まあ、ここも能力値が伸びなくて7なんですよね。スキル評価8つけてるんですけど、まあフライスルーパス、テクニカルドリブル、サイドチェンジの B、うーんめちゃくちゃいいね。これね、多分ね、僕ね、レギュラー手に入ったらワンチャン使う可能性あるんだよね。それぐらい多分感触いいんじゃないかなと思うんですよね。結構僕がなんか求めてたカード。 スキルのの理想系かなっていうウィングのねうん僕やっぱね、このサイドチェンジはね、ちょっと気になるんすよね。で、イークラでちょっとくちょく見てるんすけど、やっぱいいんだよね、発動も。イークラレベルですけどね。だ、こう、本茶で使ってみないとわかんないけどね。イークラレベルではめちゃくちゃ感触いい。<laughs> これめちゃくちゃやっぱいい。思った通りの反応はしてるんで、いいなっていうね。うん。まあ正直感想ですね。だから、まあここはね、結構プッシュしたいですね。まあフラスル系で困ってるんだったら、 まあ、両ウィングはできないですけどね、右ウィングのみではありますが、まあ、使ってみてもね、やっぱり面白いんじゃないかなというところで、まあ、当然狙い目に入ってくるかなというところと、で、続いて岡村選手はね、まあ、昨日紹介しましたけど、まあ、標点8ついてますんでね、はい。まあ、ここはもうね、ピンタクーディングインターセプトからの、まあ、ボナスエンディフェしっかりついてるということで、まあ、センターバック、まあ、本当にレギュラーなんですけど、限定に引けを取らないぐらい強いと思います。で、浅野選手、まあ、ここ標点7なんですけれども、 これ正直ね、8つけようか迷ったんですよね、この時ね。7.5ぐらいの7なんですけど、これね、スキル構成が異次元、起点の動き、スピードドリブルで、ボナセンオフェなんですよ。めちゃくちゃいいんですよね。ボナセンオフェの異次元なんですよ。ただ、起点の動きが1個ちょっと邪魔だったので、8はつけづらいなっていうことで7つけたんですけど、まあ実際これ解放しなくて無視しても8ぐらいあると思います。はい、正直な話ね。はい。まあ、ただ、全体で見ると7にはなっちゃうんですけどね。はい。いいとこだけ見てるら8だと思うんで、まあここも当然おすすめですかね。はい。 で唯一つけなかったまあ菅選手なんですけど、まあ、菅選手も別に悪くないんだよね。あのー、まあ、サイドハーフとして見たら、まあ、レーザークロス、チップパス、フェイントドリブルなんで、まあ、ちょっと重たいかなというところはありますけどね。まあ、でも、まあ、能力値がね、ちょっと持ってこなかったというのもありますけども、6になっちゃいましたけど、まあ、これも決して悪い6じゃないんですよね。まあ、攻撃の起点にはなれるようなスキル構成してるんで、うん。まあ、ちょっと守備面がね、 まあ、ちょっと怖いとこありますけど、まあ、しっかりとボール持てば、まあ、チャンスね、クリエイトできると思うんで、まあ、ここも二0 0さえてね、この4人に比べたらちょっと劣るぐらいの感じで、まあ、ちょっとつけにくかったんでつけなかったですけど、まあ、でも悪くはないと思います。まあ、ハマる人にはハマると思うんでね、はい、ここもまあ、当然ね、悪くないカードだと思うんで、まあ、一緒に狙ってみていいと思います。ということでね、この5人、まあ、結構仕上がりがいい。まあ、やっぱりどのクラブ見ても多分一番いいです。まあ、正直、評点7のもね、 あの理解できるぐらいの良さだと思いますんで、まあ、札幌結構熱いですね。うん。まあ、ぜひ狙ってみてくださいということで、はい、素晴らしいね、カードたちが登場してますと。まあ、特にね、グレードもね、下の方の選手も当たり選手多いんでね、まあ、しかも浅野選手と岡村選手だからね、はい。で、菅選手も結構やっぱり安定してますからね、グレードはね、限定とかになってきても89とか超えてきたりする可能性もあるので、まあ、そういう餌としての価値もね、結構全体的に高い選手たちなので、そういった点も評価が。 まあ高い一つの要因にもなるのかなと思いますね。はい。ということで、えー、1位から5位までご覧いただきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、個人的にはね、まあ、5位で紹介した鹿島はね、もうちょっと上でもいいかなと思いました。まあ、正直2位かなと思いましたけど、えー、ちなみにですね、ここね、まあ、この後ね、あの全チーム評価出していくんですけど、唯一ね、このチームなんで入ってないのっていうチームが多分あると思うんですよ、皆さん。多分。<laughs> あれみたいな。マリノスですよね。うん。 マリノス上3人表点8つけてるんですよ。ただ、その7人出てるっていうのと、あの、中盤の選手たちの軒並み評価悪かったんで、これ平均点出すとめちゃくちゃ悪かったんですよね。めちゃくちゃ悪いっていうか思ったより悪かったんだよね。だここに入ってこなかったけど、マリノスも当然お勧めと言っておきます。はい。まあ上の方を狙える自信があるんだったらマリノスもありだと思うし、まあそれこそねあの餌、餌としての価値もレギュラーありますから、まあ渡辺幸太選手とか木田選手、長戸選手あたり。 とかはね、まあ、特に前座、まあ、としての価値も結構高いと思うんで、ぜ、ま、ひ、あ、ね、そういったところを含めて、まあ、一応ね、ちょっと番外編みたいになりますけど、まあ、周りの相一応狙い目として、えー、捉えておいてください。さあ、ということで最後にね、まあ、おまけ程度になりますが、えー、全クラブのね、評点というのをね、最後に、えー、公開して、えー、お分かりにしたいなと思います。では見ていただきましょう、こちらです。はい、ちょっと小さい字になるかもしれませんが、 これ左から順にね、高いクラブ順ですね。バーっと上から、えー、並んでますが、まあ皆さんね、紹介されなかったクラブもあると思うんですが、まあどのぐらいだったかというのをね、まあぜひご覧になっていただいて、まあ分かったところでというところもね、<laughs> あると思うんですが、はい、まあこういった評価になってますよというところで最後にね、掲載しておきたいなと思います。まあ自分のね、えー、推しクラブがどういったところの順位だったのかというのをね、見て楽しんでいただくのもいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、えー、今回ね、まあレギュラーの、えー、企画の一環としてね、 まあ、お気に入りクラブのおすすめトップ10というね、まあ、類のもとに、まあ、今回ね、評価しましたリーグ評点をもとにね、まあ、順位をつけさせていただきました。まあ、特にね、まあ、そうね、やっぱり上の方に来るクラブっていうのはね、結構価値が高くて、まあ、全体的に平均値が高いクラブとかもありましたけど、まあ、やっぱゴールキーパーがね、いるいないでちょっと損得があったのも、まあ、正直ちょっとありますけど、まあ、でも、やっぱね、最後に紹介したまあ、札幌だったりとか、まあ、途中で紹介した特に鹿島、札幌、 で、まあ、番外編みたいな扱いになりましたけど、まあ、マリノス。うん。まあ、この3チームとか特に抜けてるかなと。で、まあ、餌としての価値は結構高いクラブね、全体的にまあ他にもあると思うんで、まあ、そこはね、そこで、まあ、その、個人的なね、まあ、その、皆さんのね、狙いがあると思うんで、まあ、そういうところもね、しっかりと、えー、参考にしながら、ぜひね、どのクラブで引くかを選んでみてください。で当然、まあ、限定とかも絡んできますんでね、まあ、限定含めて、しっかりと精算してみてください。では、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。